寝すぎやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回多分ドガボンに町のテレサたちが食べられたところまでで終わっとったよね、きっと。これからどうすればいいんやろ。ドガボンのとこに行けばいいんか。ハイパークリボーたちと戦うときは油断してはいけませんよ。奴らは力を貯めてから突然すごい攻撃を仕掛けてきますからね。しかしレサレサお嬢様の透き通りがあれば大丈夫です。ハイパークリボーとは、もうなんかすでに戦ってる奴らか。知ってますか？ 3D スティックを少しだけ倒すとゆっくり静かに歩けるんですよ。寝ている人を起こさないようにこっそり歩きたいときなんか使えると思います。でもこういうことを言いよるってことは、それを使うときが来るってことなんかな。ドガボンと出会っても戦ってはいけませんよ。あいつは不死身なんですから。しかし不死身だと言ってもきっと何か秘密があると思うんですよ。なんとかそれを見つけ出すことができたら。よくあるパターンのやつやね。何かしら仕掛けがあって、本当は全然不死身でもなんでもないっていう。この前ドガボンの城から逃げてきた友達がいていたんです。隠された秘密を解く鍵は一番奥の部屋にある。心と体に気をつけて。この言葉を残して友達はドガボンに食べられてしまいました。あいつは僕に何を伝えたかったんでしょうか。一番奥の部屋にある心と体に気をつけて。こんにちは。昨夜気になる夢を見ました。その夢の中で、時には逃げることが大事。逃げろ逃げろ。羽の回る小屋のところまで。羽の回る小屋の鍵がないんですが。ということを言われたんです。一体何のことでしょう。別の場所のことかな。ドガボンのやつは時々丘のふもとまで降りていくんですよ。何かコソコソしているんですが、何をしているんでしょうね。丘のふもと？そこに秘密が？ドガボンの住み着いている城は薄暗くって不気味な感じで、お化けたちの良い住処でした。でもドガボンのやつが突然不死身になって暴れ出して、お城のあたりに行ってる人たちはみんなあっという間にやられてしまいました。みんなを助けられなかったのがとても悔しいです。その食べられた子たちはやっぱ普通にお亡くなりになってしまったってことなんかな。なんか、そうか、敵か。なるほど。これどう、これで透明になるんか。なるほど、なるほど。待って、先にさ、これぐらいの距離なら渡れるっけ。ちょ、パレッタ。ひえへえ、ミスー。ミスー。まあ、とりあえず今なら、回復もできたっけ。回復す、あれはハートだけをね、ブロックで回復するやつって。やめてよやめてよ。じゃあちょっと節約していこうっと。何、自爆ではない。何あれ、なんか力貯めてる。でも多分25もダメージ受けることはないと思うよね。とりあえずちょっと一旦回復に戻ろう。よしよしよし。あれ、星こんなに少なかったっけ。イエーイ、若干の回復。チー取れんかった。でも、そこはさすがに、ちょっと、あれはね、空中に留まっとる時間が、何？上がれんくない？あれか、ハイパークリボー。何これ？敵よけるをゲット。少しの間、よけよけになり、敵の攻撃を受けなくなる。何よけよけ、かわいい状態だな。んで、ちょいと回復に戻りまーす。あれ、岩のやつ復活せんのや。おー、すげー、こういう感じね。手紙落ちてるよ。手紙をゲット。迷いの森の入り口の見張り番への手紙。
迷いの森入り口。だいぶ遠いっすね。そのうちあのレサレサのお屋敷に行くことが、戻ることがあれば届けに行きます。んで気のせいです。なるほど、あの上パレッタで行かんといかんってことかな。え、てかこれってさ、姿が見えんくなるだけでさ、そこに実際には実体あるよね。それとも何設定なん、いまいちちょっと分かってないんだけども。これが渡れるならさっきのだっていけると思うんやけどな。ね、あのアイテム、ちょっと待って、普通に姿表してしまった。これはスーパーキノコ、食べたら元気が出るキノコ、 HP が10回復。この後ろになんかあるよね。コインが全部なくなった後も普通に逃げれるのいいよね。星のかけらや。ここはコイン。ドガボンに会っても戦ったらいかんって言ったよね。逃げるべきなんか。セーブ。ここでセーブか。え、ってことは何？ドガボンのお屋敷、お屋敷なんかな、か何かに着いたってこと？ちょ、一旦どこでもセーブもしとくわ。え、できればさ、回復もしたいんだけど、セーブポイントにはさ、回復もちょっと、セットで置いといてもらわないと。あれは敵？ですね。捕まれる感じなんかな。鍵が必要。UFO キャッチャーみたいに捕まれるんかな、あれ。そういうことではない？あ、こっちならいけるね。出口じゃないよね、これ。これは？ドガボン。あ、寝ている人を起こさないようにゆっくり歩く。ここや。そういうことですね。そう。今最後気づいてたけどな。え、テーブル高くない？痛い。え、これはさ、真上にしか上がれないの？何しんそこにあるんよ。おい、ゲンって。やっぱ扉が開く音では起きるんだな。今ちょっとなんか小走りになったけど大丈夫？今の確実に目の前で消えたけどな。気づかんの？それはおかしいと思うんやけどな。危険、めっちゃ危険、助けてー。いや、今のハテナはおかしいやろ。え、でもこれさ、この木箱は壊すんじゃなくて登る用か。あ、お、え、なんか全てがでかいな。これはやっぱりドガボンがでかいのか。マリオがミニサイズってことはないよね。うるせえ。めっちゃ騒がしくするやつ。扉もでかいもんね。いや、でも。でも、この扉でかいけど、さっきの部屋の扉は別にでかくなかったな。この上にも欠片あるんですけど。とりあえずあの奥に行くか。なんで気づかんねん。え、びっくりした、いけんのかと思った。
あれは寝てんのか。寝てるな。いや、あのこのお屋敷のさこのお屋敷の見張りたち寝すぎじゃない？全然仕事してないよ。大丈夫？これ割る感じね。は、絶対起きるやん。お、お城の鍵をゲット。ドグボンの城の錠前を外せる。これあれかな、一番最初に。びっくりした。あれは普通に味方のテレサたちってことよね。ちょ待って、回復したけん一回セーブしとこう。こまめなセーブ大事。きっと味方よね。いや、え、あ、マリオさんじゃないですか。お会いできて本当に良かった。実は私、仲間と一緒にドガボンの弱点を探しにこの城に潜り込んだんです。この城の一番上の階にあるドガボンの部屋に大事なものが隠されているらしいということまではなんとか探り出したんですが、その後一人ぼっちになってどうしようもなくなり困ってたんです。マリオさん、この城の一番上の奥の部屋を目指されると良いですよ。でも、もしドガボンと会うことがあっても、決して戦ってはいけません。あいつは不死身です。とにかく秘密を探り出すまでは、逃げることが肝心ですよ。了解。逃げるが勝ち。時には逃げることも大事。よし。仲間を一人ランクアップできます。どの仲間をランクアップしますか？とりあえずレサレサにするか。え、敵全体をバトルから追い出す驚かし。敵の目を回して動けなくする。ぐるぐるコーラ。まあ、レサレサかな。はい。で、まあ、また仲間が増えずに、このランクアップができるようになったら、神木で行こう。レサレサはスーパーランクになりました。よし。こういうダンジョン的な場所では役に立つなぁ。レサレサの消えるやつ。一番上の階を目指すんか。あ、なるほど、ここに来るんね。さっきあの奥んとこ入ってったよね。全然気づかんやん。大丈夫？見張り兵たちちょっと、いる意味あります？イエーイ。あ、もう消える必要ない。よし、ここはゆっくりゆっくり。これゆっくりなんかな。割と普通に歩きよる気がするけど。よ、こいつらが一体どういう感じの動きをするんかがよくわからんねやけど、なんかね、パッと見た感じめっちゃ捕まりそうな感じがするんよね。ここやろう、お城の鍵。よし、見張りがいたよ。気づかれんかった。めっちゃ目の前普通に通ってったのに。よし、一番上何階なんやろう。殴られるところやった。怖い怖い怖い。サイレンまで鳴らすのやめてよ。怖いよー。怖いよー。なんか降りそうな気がする。あー、なんもおらんかった。いや、こういうところってね、なんか突き当たりに絶対なんか待ち構えとったりするやん、ボス的なものが。でもあんだけさ、もしドガボンにあっ、やぶねー、あっぶねー。なんかあんだけさ、ドガボンに会っても戦ってはいけませんって忠告されるってことは、多分途中でドガボンに会うんやろ。絶対そういうことよね。
怖い、どこで会うんやろう、絶対嫌なんやけど、頑張って逃げよう。お、ああそういう、これは攻撃も受けんのやっけ。うわすげえ、完璧に透明になるってことなんやな。恐ろしい串刺しだよ完璧なる串刺しだよ。よし、開けさせて。お城の鍵、ドゴボンの城の錠前を外せる。めちゃくちゃ厳重にしとるってことは、これきっとめっちゃ重大なものが隠された場所の鍵なんやと思う。怖っ、ありえそうじゃない、大事そうやし。この時計絶対なんかあるやん。え、なんもない。寝てる。え、待って、こいつを絶対倒さんといかん感じ。あそこやんね、鍵使うとこ。それともそっと近寄っていって外せる。あ、外せそう。無能かよ見張り。メープルシロップをゲット。甘くて美味しいシロップ。フラワーポイントが10回復する。いいね。なんかおりそう、大丈夫や。お、何もおらん。ここそろそろ。ドガボンか。うわ来た。むむむ、くんくん、なんだか怪しい奴の匂いがするぞ。透明になっとこう。え、怖い。ひーめっちゃ怖いんですけど重なった。なんか胸の部分にさ、穴が開いてそうな感じやね。心臓ないんじゃない寝すぎやろえ、待って待って待って、寝すぎじゃね、邪魔だな。え、なんなのここ、仮眠室なの。そういうことではなく、そういうことじゃないとしたらちょっとダメダメすぎると思うんですけど。これか。いや、鍵守るための見張り、こんだけ設置しとるってことはめちゃくちゃ重要よ、きっと。こんだけ設置しといて6人全員寝とるってどういうことよ。まだ廊下におるんかな、ドガボン。行こう行こう。おー、きっと重要なところやな。え、体力は今全開やっけ。体力、うん、全開ですね。ってことはとりあえずセーブして、よし行くか。なんかおりそうやな。おらん。ここは上になんかある？いや、上がれない。もう一段階いるな。ベッドや、ベッド。お、宝。お、来たよ、ドガボン。ここ、ドガボンの寝室ってこと？まずいぞ。星のせいには逃げられるし、怪しいやつがオラの城をうろうろしてるようだし、クッパ様に叱られるのは嫌なんだぞ。せっかく不死身にしてもらったのに、また元に戻されちゃうかもしれないんだぞ。危険危険危険。おい、透明に寝る。寝た。ってことはまたここもそーっとそーっと歩くところか。
開けます。鍵？こんにちは、私は魔法の鍵です。喋るな喋るな、寝てんだよあっち。ドガボン様の忠実なしもべ、大切なものをお守りするのが仕事です。おや、あなたはドガボン様ではありませんね。ということは、あなたはピューピューヒルのふもとの風車小屋の魔法の鍵である私を盗みに来た人ですか？あ、これが？なるほど。それでもって、その風車小屋に秘密が隠されているということを探りに来たんですね。奥の部屋、一番上の階の奥の部屋って言ったんじゃなかった？ここ一番上の階ってこと？とりあえず。で、奥の部屋。奥の部屋に実際にあったのは鍵だけか。で、この鍵を使って風車小屋の中に、心と体があるん。はい。ってあなた正直な人ですね。大変です。ドガボン様、泥棒です。ちょい。むにゃむにゃ。なんだ、うるさいぞ。ドガボンが来ましたわ。マリオ、逃げますわよ。え、全然追いかけてこないけど大丈夫？ミジンも追いかけて、追いかけてきだした。ちょ、待って待って待って、怖い怖い、待て泥棒め、あ、崩れた。ありがとう、近道になったよただセーブポイントでセーブもしておきたかったんやけどな。まあ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 、あ、そっちか。こっちだ。ある程度の場所までこっちが動かんと向こうも動いてこん感じかな。なんか止まっとっても全然やってこんかったよね。で、これがいいよったあれやね、風車小屋まで逃げろってやつ。結局鍵はがこっちが持っとんやろ今。え、てかす、おいおい、仲間たちめっちゃ潰してるじゃねえか。え、どっか行きよりよ、ドガボン。おお、テレサたち、いよいよドガボンの城まで来たぞ。みんな覚悟はいいか？よくないよくない、今出てくるよ、ドガボン。レサレサお嬢様やお連れの方たちをなんとかお助けするんだ。しかし、我々でお役に立てるんだろうか。今はおじけづいている場合ではない。お嬢様がドガボンと戦っていらっしゃる時に、迷ったなどいられないぞ。来ない方がいいよ。待つのだぞ。おお、どうしたんですか。扉を押さえてくれてる、ありがとう。なんだか扉の向こうからドガボンが追いかけてきているみたいなんですけど。その通り。え、ドガボンの弱点がわかるかもしれないんですか。他の麓の風車小屋に秘密が。おしゃべりな鍵がね、喋ってくれたよ。ではとにかく急いで風車小屋へ行ってください。私たちがここでドガボンを食い止めます。危険なのよ、ドガボンが出てきたら間違いなく食べられてしまうわよ。うわぁ、ふむむ、扉が開かないぞ。いつまで持ちこたえられるか分かりません。我々は大丈夫、構わず行ってください。急いで。怖い、うまそうなお化けの匂いがするぞ。扉を開けるんだぞ。セーブしとこう。